そうそう、今日はね、そのさんの教えてください。そうです。あれ、もう始まってる？生誕祭6時半からか。始まってるね。うん、今日は水を飲んでます。そして、あ、待って、テロップ半チャーちゃんじゃない方がいいわ。コンサートグッズ再入ゲイ。コンサートグッズ、これ、まずね、これですね。コンサート、うちわ、レモンの年頃のうちわ、これ袋に入ってるから、とこれ、いや、ハンナイハラって書いてある。これとこれ、チワとキーホルダーが、これね、光があるから見えないんだよ。これもレモン、見えるかな、これ。そうそう、キーホルダーとかこれもついてて、ぜひ皆さんチェックして購入をポチってやったら、もうね、コンサートの、コンサートもう行けるんで、行けるんでって行けないけど、ぜひぜひチェックしてみてください。うちはお部屋に飾ってる。ありがとうございます。そうそう、これね、どっちともね、リセットの時の前座の服なんです。絶対買ってくじゃんよ。ね、お願いします。絶対買ってくださーい。お願いします。買ってくよにゃん。買ってくよにゃん。危ない。コンサート1曲目なんですか？言えません。コンサート1曲目はさすがに言えない。ミニさん、黒いハートありがとうございます。1曲目なんですか、言えません。クロちゃん、かわいい、ありがとうございます。グッズたくさん買いませてありがとうございます。言わせようとしてる。1曲目は絶対言わない。じゃあ2曲目、2曲目も言わないよ。じゃあ1曲目はおばあちゃんですね。 HKT48 ですね。こてっちゃん、だるまありがとうございます。ラスト曲は言わない。もうね、おばあちゃんしか言わない。 HKT48 絶対ね、リセットもチーム公演も絶対それが初めの曲だから。はんちゃん何出るの？言いません。じゃあアンコールは言いません。はんちゃん見守り中。ダガラスの靴ありがとうございます。セイゴさん、怖い。怖くないです、全然。で、RK、黒いタコありがとうございます。16日のコンサート、うちわとケバブ。あ、スケブ間違えた。もうスケブか、スケブ、もうやばい。スケブありがとうございます。スケブ書いてくれて、見つけます、頑張って。
自分でケバブってそう、なんかねケバブって言いやすいやん、なんかスケブよりケバブの方が言いやすい。お腹空いてるんじゃない。あ、そっか、ツル忘れてた。今日のツルはダルル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 ル。あ、じゃあこう目つぶって色決めますね。こう、こっちに。あ、じゃあ、はい、はい、何色でしょうか。ドロー、はい、ここ、せーの、はい、まだ見てないです。いきます。何色でしょうか。茶色、え、何か、オレンジ、オレンジです。今日は、あ、え、なんで、あ、オレンジです。黄色、金色、ね、銀色はあるんですよ。まだ使わないですね。今日はオレンジで挑戦します。え、じゃあこの前は、昨日、昨日はアルミホイルアルミホイルではない、ちょっと私、これは折り紙です。ではオレンジでの挑戦です。昨日は最高が2分4秒です。ではいきますよ。緊張する、やばい。いきます、よーい、あ、こっち、よーい、スタート。2分4分を超えます、絶対に。やばいよ、今はもう16秒経過です。やばい、あー、ちょっとほんと、え、ねえ、30秒経ってもまだここまでしか行ってない、やばい、ちょっと早い、もう、いや、あ、ちょっと、ねえ、見て、もう、な、なんでこうなの、もう、いや、もう、あ、あれ、もう、なんで、なんで、なんで、うわ、もう1分経ってる、やばい、もう、あ、汚い、やばい、あ、キキ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 キ、ちょっと待って、もう本当にガチ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 、いきます、いきます、絶対いける、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 ちょっと、ちょっと皆さん、ちょっと無言配信になっちゃうかも。なんであんなところで苦戦したんって思う。やばい、もう無理かも、私終わったかも。あと24秒ぐらいでさ、作らないと、さ、罰ゲームになっちゃうんだけど。やばい！ちょっと、やばい！やばい、あと4秒。無理無理無理。うわ。ちょっと待って。ちょっと今日やばいかも。今日やばいですね。ちょっと調子悪い。はい。うわ、最悪だ。今日はちょっと最悪です。今日やばいもん。いきます、2分、これ2分です
おっそ、2分見せたくない。いきます。これ何秒？28秒。終わったんだけど。2分28秒。おっそ。あ、そう。でもさ、罰ゲームも考えてないんだよね。どうしよう。やばい。もう。28秒。お、お母さんが何か罰ゲームを作ってくれ。うわっママが罰ゲームで持ってきま、持ってきてくれました。そう、やばい。はい、罰ゲームで。はぁ、ちょっと無理なんだけど。何ソフトキャンディって。はぁ。はぁ。どこを見だって。ちょっとさ、うわ、くそ。ちょっと、噛み応えのあるって書いてる。キャンディーだから、まあいけるか。なんか、こんな感じ？もう、いきます。いや、3、いきます。男梅、男梅食べるまで5、4、3、2、1。お湯はちょっとやばい。もう、うわっ、うわ、めっちゃ酸っぱい、やばい。なんか噛んだら噛むほど、もう、噛むの？ちょっと待て。さあ、やばい。釣り行こうよ。こんな普通で食べる人絶対おらんやん。うぅ、やばい。すみません、縮小したいのもう一個ね。無理。あわ、香港。
もう一個。もう一個。アンコール。ポジジさん、黒いハートありがとうございます。口に残る。ほら、リクエスト来た。みんなリクエストせんでよ。ほんとに。もう捨てちゃった。うん、もうさ、ずっと口の中に酸っぱい、本当に。うん、もう一個これさ、あと何個あるか数えてみます。今何個か、あと何個か。これね、パパが食べてたんですよ、美味しいって言って。パパ1、2、3、1、2、3、4、5、6、7、あと7個ある。ですね、なんか、キャンディーだそうですね。パパはいつも仕事中に食べてるって。朝食べ、朝は無理。何個入りなのかな、これは。まあ結構入ってるだそうです。ストキャンディ。よし、水飲んだ。はい、ということで罰ゲームはもうね、もうおかわりは無理だから、もうね、もう無理です。やばい、もうこれ、もう一個やったらもう元気もうなくなるから、もうやめておきます。また今度、また今度2分4秒2分4秒により遅かったらまた罰ゲームで食べるので、食べたりだから、もうやめてきます。それはフリですか。フリじゃない。ハンちゃん、メモリ中ステッキありがとうございます。もうさ、絶対酸っぱい顔しくだしたんや、みんな。今日は好きなことありました。あ、皆さんにね、予告しないといけないことがあって、明日の配信がちょっと早いんですよ、めっちゃ時間が。なので、早起きが得意な方とかはあれなんですけど、あ、トゥエルバラありがとうございます。ちょっとね、明日の配信がね、時間はいますよ。朝の5時45分からです。ちょっとめっちゃ早いんですけど。5時45分なんですよ。そうそう。そう、幕張よりも結構早いかもしれないけど。ちょっとね、明日は5分じゃない。5時45分からになりますね、朝は。みんな寝てるかもしれない。やばい時間、そう。
だからね、もう 寝落ちしないように朝は早く起きて、ちょっと頑張ろうか。何分配信、ママが起こすんでしょ。ゴンゴンってして、わー起きてるわって、お、よかった。まあ無理せず、全然。お母さん。そうそう、クロちゃん、黒いハートありがとうございます。明日の5時45分になります。目覚ましかけておくから大丈夫で、ありがとうございます。ね、お願いします。最悪けど、はんちゃんが寝たらママが、はい、ママが配信こんばんは、あ、こん、おはようございますと言って、おはようございます、ハンナは寝たので私が配信します。頑張っておきます、ありがとうございます。全然、皆さん寝落ちしながら、終わったらラジオ体操する。お母さんの声また聞きたい。さっきね、ぐん、このね、これ渡してくるときにね、はい罰ゲームって言って、声聞こえてたかな、聞こえてたか分かんない。火の用心まだかな。火の用心待ってるか。お母さんまた上に来てくるかもしれない。こんばんはって言って来ないかな、来ないか、さすがに。お母さんって、さすがにあんちゃんね、うち、うん、こうやってお、お、お、お来てって、みんなママ呼ぶやん。お、あ、ママの声は聞こえなかったですね。あら、ちょっとで声は聞こえなかった。明日の配信は5時45分から、あ、6時10分までか、6時10分までです、6時10分までです。そして皆さんお待ちかねの、弟が作った折り紙を今から見せたいと思います。頑張ってね、この前作ってたやつを皆さんに見せます。弟が作った折り紙、それではお見せします。でん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 、これです。これね、こうしたらこうなって、あれ、こうなるらしい。すごくない？ほら、こうなんか直せて、おお、釣りよりすごくない？これ普通に釣りよりレベル高い、すごくないこれ。これ弟が作ってて、これもね、弟が作ってくれたんですよ、このね、折り紙。すごくない、本当に天才ですね。はんちゃん負けてるやん。めっちゃシュールに言われたんやけど。ちょっと待ってて、打とうとしたら全然違う答えが、全然違うノブさんの声が。はんちゃんが教えてもらった方がいいかもね。本当に称賛な、うん、そう、
ちょっと待てってやろうとしたら、なんか違う言葉出てきた。班長弟子になったら。それ何枚も使ってるの？ね、あれこれどうやって作ってるんだろう。多分1個に2枚ぐらいじゃないかな。多分作り方講座みたいな。これとこれで1枚、これとこれで2枚、あ、これとこれで2枚、これとこれで2枚、これとこれで2枚じゃない多分。多分そう、レアボイス。やめてもう。大丈夫そう？また聞こえたらのぶちゃんとか。大丈夫でした。ひねようじんなん、ひねようじんタイム。そう、ひねようじんが聞こえるんですよ。ちょっと使い方うまい。そう、これ大活躍。よかった、こういうところで使えてよかったか。ハンちゃんもひね用心したらいい。でね、昨日ね、ママとパパがくれたんですよ。ずっと欲しかった。ででーん、プリキュアの、これは、これはね、こういうチェーンとかがあったとしたら、こういう感じでつけれるんですよ。これをお見せしたかっただけです。そうそう、これが一番好きなキュアエースの下、下かと思った。そうそう、これがね、欲しかったんですよ。皆さんも調べてみてください。これいくらだったっけ？400円か、あ、500円かも。エースとキュアハッピーです。ですです。そう、ガチャガチャなんですよ、これ。鹿の角やん。そう、ガチャガチャで、最初はね、違う状態でくるから、ここも取れるんですよ。組み立てて自分でやるんですけど、でして、ハンちゃん来たら絶対似合いそう。
あんちゃんの小さい人形も作って着てたら可愛いと思う。なんか小さい人形とかあったかな。ないよ。入るとしてもリカちゃんぐらい。よいしょ。今ね、鶴をこの箱の中に入れてるんだけど、すごいね、鶴がね多くなってきた。鶴ルルルルルル。そう、今ね16ぐらいです。16。ポテチーさん、黒いハートありがとうございます。小さく洗濯カゴじゃないこれ、普通に普通に入れてる。東京にプリキュアを作ってるアニメーションミュージアムって場所があるんだけど、おすすめだよ。東京、また今度行けたら。ヤスさん、黒いとこいっぱいありがとうございます。千羽鶴作るの、できたら作りたいけど作れなかった。3年もかかるから。 RK ステッキありがとうございます。とりあえず50は行きたいかなって感じ。ゆいなから LINE 来た。でも配信は見に来てない。今日はうんうんうん、RK 素敵ありがとうございます。 RK 素敵ありがとうございますって言ったかも。あんちゃん夕飯食べた。食べました。家にハリネズミ飼ってるんだよ。そう、ハリネズミ結構写真が送られてくる。ハリネズミとセンバズル作ってる間男飯になってる。なってない、絶対食べれないから。今日はパーカー、パーカーです。ここは普通のパーカーです。皆さん、このね、皆さんテロップにもある通りキーホルダーで、キーホルダーでいろんなところに連れてってください。これを、これでいっぱいチャーハン食べさせたりしてください。クロちゃん、どれもありがとうございます。ぜひ買ってください。同じ人物。今日寒かった。めっちゃ寒かったです。朝は寒い。結構似てるね。同じ人物ですね。大阪は昨日寒かった。お、そうなんですか。困っちゃうもんですよね。もうこれは食事だ。愚痴のこと。はにゃ、え、あの同じ人物なんですけど、
おに、おに、おに、おにおんでちこ、おにおんでちこ、しょよこよ、私のお名前はハンチャカちゃんでちょ、え、しゃあないんですか、ハンチャカちゃんですよ。え、なんでちこ、ハンチャカちゃんです、名前は。よろしくお願いしまーす。喋り方がかなり。サンダルで。サンダル履いて腕まくったりする。実はまだ夏やん。まださあ、また来たよ火の用心。家に近づかなかったらいいけど、なんか絶対ループしてるよね、火の用心。うん、ほら言った、うん、ループするわ。かんちゃんもひねようじしてくれば一緒にひねようじん。ひねようじは来ませんように。たこ焼き屋さん来たらいいのにね。確かに美味しいもんね。生き物屋さんは来る？来ないですね、あんまり。こてっちゃん、レインボーさんありがとうございます。そう、チャーハン屋はここにあるからね。みんな耳すましてみる。もうずっと、ちょっと待って。ちょっと待って。してるから。わらび餅とかは来ないのかな。ちょっと待って、ちょっとわらび餅はないかも。うん、守り気をしてる。お、かささえもさせに雨の中を飛び出した、濡れてしまう涙も消えるから。そういえば京香ちゃんが AKB のお料理選抜の高い規模入ってらしい。なんかね、あのあれしてたよね、あのショールーム多分。おでちゃん、レインボーさんありがとうございます。
AKB のこの配信も見てんだ。なんか見てるってわけじゃないけど、なんかイベントガチイベントみたいなの書いてて、あやってるんだみたいな感じ。ポテチステポテチさん、音波ありがとうございます。そうそうやってるんだって感じで、あんまり見ない、あんまりっていうか見ないかもしれない。ラジオ関係で聞いてるんです。うん、ラジオで聞いて、ジロ君素敵ありがとうございます。気づいたらまだ今日も、気づいたらまだ今日も。 AKB だとやっぱ、あーでもね、私ね一番好きな AKB のね中で一番好きな曲があって、ママも好きなんですけどね、久しぶりのリップグラス、リップグロスのやつがね一番好きなんですよ、 AKB の中では。そう、新曲のね、これを結構好きです。リズムでポチチスティック、レンボスありがとうございます。雨舐めたから声が雨が分かんないけど、ここっぺ昨日待ちがびして、メタルタンかわいい、ありがとうございます。そうネモハもルックみたいな、ヘイマーさんダシン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 、ヘイマーさんルルルルルルハハダシン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 、ヘイマーさんルルルルルルハハ、もう好きです。そう、48グループのがね、あん、48グループのやつしかあまり聞かないかも。待ってね。ネモハモのやつあったわ。また練習して歌えるようにしよう。夏の前夏の前待ってね、夏あるかな、夏の前はない。そうそう、ステップをね、いつもね、ママとしてんだけど、ママができないんですよ。夏の前のやつを。そうそう。恋が始まりそうで、僕は急に、臆病もの、伝えたい、伝えたい、思いの少しでも、言える。最初なんだったっけ、最初、夏の前の。何だったっけ最初。何やったっけな。
あ、これか。身長隠しつがら教室へ戻るとき、君がちょうど横に来た。歩調を合わせながら、ん？あ、あ、ゆいねも劇場、あ、劇場いるわ。部活早めに終わらせて待っていた。HKT もね、結構心を決める。夏の前恋が始まりそうで。え、なんで劇場ってわかるの？みんなポテチ音符ありがとうございます。僕は急に臆病者を伝えたい。思いの少しでも。あ、あ、さいちゃんが MC で言ってた。ああ、あったんか。今日あれだね、恋愛禁止条例だからね。そうそう、GPS つけてるから言えなさんに。そう、今日ね、いぶきさんが初めての多分 T2 すごいね、難しいのね。てん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 体はいつも祈られた。あれだらけだ。いえいえいえ。あ、間違えた間違えた。あと博多吸血鬼も好きなんですよ、私。一番好きなのがね、B さんとかいっぱいあるんですけど、生意気リップスとか。博多吸血鬼も好きです。てん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 、誰か私をここでいいの。もうそもそも正解を見せてもタイミングじゃない。散らさないで。うん、いつもついていけるね。チェックしてしようくらいかけ。ほんとの方向を次に大人の顔を見たよね。止めたい息にかけつかね。止めつかね。あっけないこの息もいい曲。うん。ね。あー、なんて、この雪が、あーけなく。55分になったら、ランキング読みます。はんちゃん初めて聞いた AKB の曲って何なの？なんやろう。なんだっけね。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエスのやつかな。君に、てれてて、てれてて、会いたかった、いつかな。あんまりちっちゃいから聞かなかった。生まれてないけどね、パパとかママとかが聞いてて、テレビとかでよくね、流れてたから。生まれ。まだ生まれてない時にね、生まれされて、聞いたんですけど。何歳ぐらいだったかな？結構ね、前にね、テレビでやってて。そうそう。クロちゃん、黒いハートありがとうございます。いっぱい。好きだから。
バブーそう、パパアイドルね、前から好きで、おにゃんことか結構好きだったか。こういう MC でみんな6期生のこと話してた。おお。ね。あれかな？ななかちゃんとかのこととか結構言うんじゃないか。はんちゃん何で AKB したの？やっぱり YouTube。ね。ママとかパパがね、やっぱ聞いてたから、その影響でもあるから。あ、レイヤちゃん。そうそう。そうそう。あ、あれもいいよね。ヘビーローテーションね。ヘビーローテーション。1分今帰ってきたやつ、ランニングマラソンお疲れ様でした。あ、え、テレレ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 レハッシュタグ好きなんだ聞いてみて。おお、聞いてみます。ハッシュタグ好きなんだっけ。もうそろそろ21位の人ハンナの靴下になりたいおもろい。じゃあ13位から読みます。13位、ちょっと待ってね。13位はんちゃんみももりちゃんありがとうございます。12位ジロくんありがとうございます。11位トゥエルありがとうございます。10位アルキありがとうございます。9位コテッちゃんありがとうございます。8位今日このごろさんありがとうございます。7位クロちゃんありがとうございます。6位セマルシカさん、セマルシカさんありがとうございます。5位、ヤスさんありがとうございます。4位、ミニさんありがとうございます。3位、福岡のゼロさんありがとうございます。2位、ポテチーさんありがとうございます。そして1位は、ハンチカちゃん、ダイくんです。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。はい、皆さん。聞いてください。ちょっと待て。皆さんも、もうね、聞いてる人は聞いてる通り。明日の配信は5時45分から6時10分になります。はい、最後の最後で火の用心が来ました。ですね、来ました。はい、ではね、またツイッターとかで予告するので、ぜひ来てくださると嬉しいです。早いけど朝のです。朝の朝、もうね、起きれる方とかでいいので、ぜひぜひ、もう無理しないようにゆっくりなったりして、5時45分なのでぜひ。ではもうカウントして終わりたいと思います。今日も来てくれてありがとうございました。5、4、3、
3、2、1、バイバイ。バイバイ。